去年のゆいちゃんが忘れられません。今年は泣かないって言ったでしょ、あなた。さあ、自信を持ってどうぞご挨拶。 AKB48 チーム K の横山由依です。今日はあの京都からお母さんも見に来られてらっしゃるというふうに伺っておりますけどもね。そうですね。昨年度の19位から、見事に第15位。それでは発表させていただきます。第13位、最終獲得票数は53,903票、 AKB48 チーム A 横山由依。京都育ちのど根性娘が今年もまた選抜への切符を手に入れました。自分にとって今年は勝負の総選挙だと語っていた横山由依、グループにとって欠かせないメンバーになるのが今の目標です。去年の15位からしっかりと順位を上げての第13位、 AKB の未来のために欠かせないメンバーの一人となりました。さあ、過去2回のスピーチではね、緊張のあまりよろける場面もありましたが、はい、今年はどうでしょうか。皆さん、成長した横山由依をご覧いただきたいと思います。3回目も名前を呼ばれてこちらに来るまで過呼吸は治っておりません。さあ、由依ちゃん、由依ちゃん、深呼吸しよう。大丈夫か。皆さん、こんばんは。AKB48 チーム A の横山由依です。
絶対去年とか一昨年とかのよりはならんようにしようと思ったんですけど、もう本当に途中の発表の時から震えが止まらなくて、もうなんか去年の総選挙からの1年間本当にたくさんの経験をさせていただいて、中でも大きかったのは NMB48 との兼任やったんですけど、ちょっと落ち着いてきました。徳光さん落ち着いてきたみたいですよ。ゆいちゃん、何言わなすオッケー、はい、大丈夫だ、はい、はい、安心したよ本当に本当にその兼任があって、で東京ドームでチーム A への移籍があって、移籍というかなんていうんですか、チーム替えがあってですね、自分自身すごく大きく成長できたんじゃないかなと思っています。しっかりしていない姿を2年見してきましたけれども、しっかりしているので、これからの AKB48、たくさんの後輩とたくさんの素敵な先輩たちと一緒に、もっともっと皆さんに愛されるようなグループにしていきたいなと思います。これからも応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。第13位、最終獲得票数が4万飛び232票、 AKB48 Team K 横山由依。熱い情熱を京都弁でくるんだはんなりど根性ガール、横山由依ゆいはんが昨年同様今年も13位に選ばれました。チーム A のキャプテンとして、そして新チーム K のキャプテンとして、先輩と後輩をつなぐ役割に徹してきたこの1年、メディアへの露出よりも劇場での活動が目立った1年でした。それでいてこの順位は脅威です。見ている人は見ています。さあ過去3回のスピーチでは緊張のあまりよろける場面もありましたよね。さあ今年はどうなんでしょうか。手を貸すなと言われました。あ、誰だ手を貸してるのは。さあどうでしょうか。これはですね、ゆいちゃんのスピードです。はい、ゆいちゃんならではの速度です。生まれたばかりの小鹿です。メンバーのみんなも笑っていますけれども、さあどんな喜びの声をね今年は聞かせてくれるんでしょうか。 AKB48 296人の今回の立候補者のうちに一番歩く速度の遅い横山由依です。お待ちどうさまでした。横山由依から喜びの言葉です。AKB48 チーム系の横山由依です。本当に本当に今年もこのステージに立たせていただいて本当にありがとうございます。
年の選挙が終わってから、チーム A のキャプテン、そしてチーム K のキャプテンをやらせていただいているので、今年こそは震えないぞと思っていたんですが、本当に全然寒くないのに、なんか自分でも笑っちゃうぐらい震えが止まらないです。でも今年は涙は止まりました。すごい徳光さん、はい、私もちょっとは成長できましたかね。大成長だね、本当によかった。ゆいっていう字はね、はい、絆というね、意味も持っているわけでありますから、人と人と結ぶという意味でゆいとつけていただきましたね。はい、あなたは絆の役割を今年しっかり果たしました。さあ、喜びの声を続けてどうぞ。はい。AKB48 にいるとですね、こうして、こう本当に言葉にできないくらいの嬉しい思いも、そして、悲しいこともあるんですけれども、AKB48 がなかったら、私はこんなに大好きだなって思えるたくさんのメンバーに出会えてなかったし、こうやって毎年温かく見守ってくださる皆さんもいなかったなと思うので、本当に AKB48 に出会えてよかったなと思います。ですね、河合と杏仁が戻ってきた時に元気な AKB でいたいなって、自分が頑張ろうって思ってたんですけど、河合はもうすっかり元気で笑いも取ってたので安心しました。こうやって一人一人のメンバーと支え合いながら、これからもこの大好きな AKB48 がたくさんの皆さんにもっともっと愛されるグループになったらいいなと思います。そして私はこんなんですけれども、 AKB48 を支えていけるように、これから一生懸命、前に進んでいきたいなと思いますので、今年も本当にたくさん投票してくださってありがとうございました。これからの1年、そして5年後、10年後も AKB48 をよろしくお願いします。本当にありがとうございました。 Team K のリーダーといたしましてですね、本当に立派な挨拶を皆様にはお受けいただいたと思います。第13位は横山由依さんでございました。由依ちゃん、今年はね、はい、自分自身また新たな由依としてちょっと挑戦したいこともあるというふうに、はい、冊子に書いてあったんだけど、どういうことをチャレンジしたい？もう一回言ってもらってもいいですか？今年ね、はい、あなたがやっぱりほらコメントの中に、はい、なんか新しいものにちょっとチャレンジしたいと、挑戦したいっていうふうに、はい、書いてあったんだけども、どんなことに挑戦しようと思ってらっしゃる？書いた覚えがない？いや、俺は何でしたかって聞かれたって何だか分かんないんだけど。いや、でもこれ女優としてこうやっていきたいとか、舞台女優として、うん、そうですね、うん、AKB48 でやってる活動がすごく楽しいので、うん、もっともっとたくさんの人に AKB48 の良さを知ってもらえるようにですね、うん、自分自身の個人の活動、うん、ドラマだったり映画だったり舞台とか、うん、いろんな
ナレーションだったり、うん、いろんなジャンルのコントだったり、いろんなジャンルのことに挑戦して、もっともっと自分自身の幅も広げて、うん、深みのある人間になりたいですね。もう年々ね、本当に感情のこもったコメントがね、まあ、正直なコメントが素敵です。ゆいちゃんは、はい、おめでとうございました。ありがとうございました。今年度も第13位に輝きました横山ゆいさんでございました。おめでとうございました。ありがとうございます。はい、はい、それでは席の方へ。横山ゆいちゃん大丈夫かな、お願いいたします。次の発表参ります。いよいよ2桁最後の順位ということで、いろんな人の顔が映っております。 AKB48 選抜総選挙第10位は63,414票、 AKB48 チーム A 横山由依。高橋みなみ総監督から直々に指名を受けた次期総監督横山由依、それから半年仲間にも信頼される活躍ぶり、速報では20位発進となり選抜落ち、不安な夜を過ごしてきました。しかし蓋を開ければ前年以上の第10位、次期総監督として AKB を守ってほしい、そんなファンの声が聞こえてきそうです。本当におめでとうございます。ゆっくりマイクの前に近づいていきます。さあ、震えるユイハン復活か。優勝ある総監督はあなただけ。横山ユイ、胸を張って喜びをどうぞ。AKB48 チーム A48 グループ次期総監督の横山由依です。あの速報で20位だった時にいつも選抜にも入れてもらってて、次期総監督にも指名してもらったのに、本当に情けないなって。思ってどうしようって思ってた時に、ゆいはん私が入れるから大丈夫だよって川栄里奈ちゃんが連絡をくれて、その後まだ速報だから大丈夫だよって入山アンナちゃんが連絡をくれて、私は本当にこうやって支えてくれる仲間がいるだなって、どうしよう。そして握手会でファンの人がまだ僕入れてないから大丈夫だよって言ってくれたり、なんか、総選挙なんかこんなに人に支えられてるんだなって感じられるイベントなんだなってすごく思って、でなんか
10位ですよね。10位です、間違いなく10位。6万票以上取ってます。6万票以上の人たちがあなたを支持されました。もっと自信を持って総監督行こう。本当は次期総監督って不安で、でも今日の総選挙だったり、分かんないな、なんかどうしよう、少しちょっと深呼吸してみようか。ゆいちゃんのところに近寄ったのは2度目なんだけれども手は借りないって言ったのにまたすいません、なんかなんだろうな、本当に私一人じゃ何もできないけど、こうやって横を見たら大好きなメンバーがいっぱいいて、こうやって先輩たちが今までこう見せてくれてた景色、あ、高橋みなみ総監督がカツを入れていらっしゃいますよ、そうこっちです。なんだろうな、もうね、仲間からも会場からもゆい頑張れっていう、これが君の人柄だし君の人徳だと思います。じゃあね、ちょっと整理して6万票入れてくれた人にちょっとお礼を言おうよね、その後で総監督といたしまして今後チームはこういうふうにしていく、そんなようなことをちょっと語っていただけるかね。分かった、よろしい、俺の言ってること分かってる、はい、 OK、 じゃあよろしく。いや本当に6万票なんて信じられなくって、なんだろう、本当に本当にありがとうございます。これから、今までは先輩たちが見せてくれてた景色を、これからは自分たちの世代が見に行けるように、あとは後輩たちに素晴らしい景色を見せてあげて、 AKB48 がこの先5年10年15年100年ぐらい続く大きなグループになるといいなと思っているので、今こうしている48グループのメンバーみんなと一緒に力を合わせて頑張っていきたいなと思います。私一人じゃ本当に何もできないけど、みんなと一緒ならこれからもこの景色を見続けられるのかなと思うので、こうして応援してくださるファンの皆さんもね、お子さんだったり孫だったり、100年 AKB を愛し続けて、何言ってんですかね私。第10位横山由依でした。おめでとうございました。ありがとうございました。本当に誠実さは伝わったと思いますおめでとう。
第11位発表いたします。最終獲得票数58,610票、 AKB48 チーム A、 横山由依。新総監督横山由依が今年も堂々の選抜入りです。速報では26位とやや出遅れ、心配の声も聞こえましたが、最後にはきっちり結果を出しました。昨年12月 AKB48 グループ2代目の総監督に就任、メンバーからの信頼も厚い高橋みなみの置き土産、京都出身23歳横山由依です。あ、聞こえる？会場内からの由依さんおめでとう。あっちこっちから聞こえてるでしょ。はい、それ受け止めて今の気持ちをどうぞ。今回総選挙に参加してくださった皆さん、そして AKB48 グループを応援してくださってる皆さん、本当にありがとうございます。AKB48 グループの総監督をやらせていただいてます横山由依です。去年は、10位をいただきました。今年は、ランクを一つ落としての11位なんですけれども、今年は、総監督として初めて挑む総選挙でした。本当に実はすごく不安で、前総監督の高見さんから総監督言い渡された時に、高見さんみたいなカリスマ性もないし一期生でもないし、自分なんかにできるのかなって、この1年本当に総監督としてエンジンしかしてないだろうっていう声が聞こえてきたりとか、自分なりに たくさん考えてやってきたことも全部間違ってたのかなって思う声が聞こえてくる時もあったんですけど、でもそんな時いつも、メンバーが、そしてファンの皆さんが支えてくれました。私今年は震えなかったんですけれども、それちょっと皆さんの期待外れだったかもしれないんですけど、やっぱり総監督として順位が上だろうが下だろうが、自分と向き合うことができるこの総選挙を、AKB48 グループ大切にしていきたいなと思ったので、終了時間が来てしまったので終了します。すいません。本当に本当に、第2章、本当に心強いメンバーいますし、ランクインしてないメンバーも、総選挙に参加してないメンバーもいるので、これからも48グループの応援よろしくお願いします。すいません、終了時間過ぎてしまって、よろしくお願いします。ありがとうございます、本当に。どうも、横山由依さん。今ね。それでは、第9回 AKB48 選抜総選挙
第7位を発表させていただきます。最終獲得票数58,314票、 AKB48 チーム A 横山由依。横山由依さんです、おめでとう。国内300名を超えるメンバーを一声で束ねる2代目総監督、自分以上にグループや仲間のことを優先してきた1年、ファンはしっかり見ていました。これは嬉しい。横山由依が念願の神セブン入りです。念願の神セブン入りね。はい、それじゃあ、思いの丈をですね、まとまらなくてもいいから全部話してください。今日はまとめますよはい、まずは、放送を見てくださってる皆様、そして AKB48 グループを応援してくださってる皆様、本当にありがとうございます。 AKB48 チーム A48 グループ総監督の横山由依です。徳光さんは覚えてますかね私が震えながらスピーチをしたの、あれは本当は6年前に。そうか、もう6年になるか。7年前になるんですよ、私個人的に8回目の選抜総選挙で、最初は県外のスタートだったんですけれども、たくさんのメンバーといっぱい夢を見て、そして、たくさんのファンの人に出会えて、そして、目標にしていた7位という順位をいただくことができました。本当にありがとうございます。そうですね、7位を、この3年ぐらい実は目指していたんですけれども、なかなかなれなくって、なんで7位にこだわっていたかというと、私が AKB48 に加入してから8年経ったんですけれども、その時に AKB48 を引っ張ってくださってた先輩たちの中で神セブンというのが特別な言葉であったので、そこを目標にしたいなと思いながら、活動をしてきました。今回指原さんとか真由さんとか、北原さんとか、最後の総選挙だっておっしゃってる先輩メンバーたちがいるのを聞いて、その先輩たちがいる間に、絶対に、近くで、いたいなっていう気持ちがずっとありました。というのも、私はこの8年間本当に AKB48 のことを朝から晩まで考えて活動をしてきたと、自信を持って言えます。そして今ではこんな、大きなグループの総監督をやらせていただいています。こんなに、たくさんのメンバーがいて、そのメンバーと一緒に、過ごせる日々の幸せを本当にかみしめています。総選挙っていうのは、ランクインできるメンバー、できないメンバーっていうのがいて、嬉しいメンバーも悔しいメンバーもいっぱいいると思うんですけど、そのメンバーみんなで、歩んでるのが AKB48 グループだと私は本当に思っていて、全員のことが本当に大好きなので、私ここで、みんなと、そして全国のファンの皆さんと一つ約束をしたいんですけれども、いいですかねどうぞ。はい、私が、AKB に入って、先輩たちが東京ドームのコンサートに、立たせてくれました。今新しく仲間に入った、STU48 のメンバーや NGT48 のメンバー、他のグループのメンバーもまだその景色を見たことがないメンバーが多いと思うので、一緒にですね、私が、みんなと一緒に、AKB48 グループで、東京ドームコンサートをもう一度したいなと思うので、ぜひみんなこれからも一緒に歩んでいただけたら嬉しいなと思います。はい、終了時間ですね。大丈夫です、続けてください。大丈夫ですか、生放送ですか。はい、まずですね、あと今回の総選挙を行われるに、当たりまして、
コンサートや総選挙の開票イベントが中止になってしまったことで、たくさんの、全国のファンの皆さんに不安な思いとか、悲しい気持ちさせてしまったことを本当に代表して私がお詫びします。すいませんでした。でございますからね、でありますけども、しかし総監督といたしましてはですね、はい、本当に全国の皆さんに向けましての一つのメッセージでございました、うん、横山由依さん見事第7位でした。おめでとうございました。ありがとうございました。しかもこの第7位をですね、宮根ちゃんが発表してくれましたっていうことは ねこれが嬉しい限りでございますけども、あんなに緊張した宮根さん見たの初めてでした、そうですか、はい。